車大好き僕のラジオ。皆さんこんばんは、クルーズソフトです。9月20日日曜日午後6時を回りました。9月20日ですって、早いね。もう9月も末とか終盤戦に来てしまったなっていうちょっと焦りを感じておりますけども、9月20日、この週末ね、ルマン24時間レースなんですね。今まさに走っておりますと。で、9時半日本時間の21時30分ぐらい、から22時ぐらいにゴールなので、トヨタとしてね3連覇達成なるかどうかっていうね、戦いなので、ぜひね期待してね、今後のね、あともうちょっとのゴールですけども見守りたいなと思っております。あとね、私のプラモデル計画はね、今年は全く作ってなくてね、ちょっと10月末で落ち着いたらそこからちょっとね作り出そうかなというふうに思っております。頑張りたいと思っております。それでは早速参りましょう。この1週間の女子ニュースフラッシュ。まずはじめに9月13日の日曜日ですね、この日 F1 シリーズ第9戦トスカーナグランプリ決勝がございました。レッドブルホンダのアレクサンダー・アルボン、3位ということで、アルボン初の表彰台なんですかねということで、ホンダはね8戦連続の表彰台ということで、成績というか頑張ってますよね。この日ね当然のように、1位は、メルセデスのルイス・ハミルトンでしたけども、今季6勝目ということで通算90勝目で、ミハイル・シューマッハですね、歴代最多まであと1勝に迫りましたということで、今年のベンツの強さと、このハミルトン選手の実力からすると、シューマッハの記録はね優に抜くんじゃないかなと思います。で、今回レッドブルホンダ、マックスフェルスタッペンですね、スタート直後に、リタイアしてしまいますということで、なんかさ前回のさ、この F1 から今回もこれ相次ぐクラッシュがで2度の赤旗、で3回のセーフティーカーで3回のスタートリスタートということで、ハミルトンとしてのコメントとしてはね、1日で3レースしたような感覚だということで、ちょっと呆然としているよみたいな、そういう感じだったんだけども、そりゃそうだね、3回もリスタートっていうのは大変波乱に満ちたレースだったなということで、最近の F1 ね、波乱ずくめですねということで、次回はね落ち着いた感じのレースになるといいなと思います。で、これあれだね、書いてないけどごめんなさい、先言っちゃったけども、この日ね、GT スーパー GT ラウンド4モテギもあったんだよね。これ書いてないんですけども、GT500 クラスのレース結果ですけども、1位景品 NSX GT ということで、 NSX すごく頑張ってますよね。フロントエンジン化した NSX ですけども、で2位がね全長の GR スープラで、3位また NSX GT なんでね、無限ねモチュールの、レッドブルーの、モチュール無限の NSX GT ですけども、その後また GR スープラ NSX GT みたいな感じで、 GTR としては7位が最高なんだね。なので、GR スープラは今年からね初投入しているマシン、 NSX GT もフロントエンジン化して大きくレギュレーションに合わせて改造してきた車で、ね、往年のいぶし銀、ね、R の腐敗神話の R ということで、 GTR は調子悪いね。なので GTR ってなんかあれ速い車なんですかっていうのはちょっとまあしょうがないねという感じがしますけども、まあ、NSX と GR スープラにだいぶ差がついてしまった感じがいたしますということです。で、9月14日の月曜日ですけども、国土交通省ね、自動運転で利用するソフトウェアを11月から許可制導入しますよということで、これ何をやってるかというと、今ね、テスラなんかが自動運転とかできるソフトウェアのアップデート、なんか OTA とかオーバーザエアーか感じで、 OTA でソフトウェアを無線でダウンロードして車の機能をどんどん拡張するよみたいなことやってるんだけども、日本車もねこれからそういうことって、まあ今DCA が車に普通についてて常に車が通信してるっていう車がすごく多いのでね、そういったことで、この特に自動運転で利用するソフトウェアっていうのは、例えばこういうふうにね国土交通省とかが許可制導入するんだけども、許可制を導入しないとどうなるかというと、不法なソフトウェア、Android とか iPhone って今 Apple Store からしかソフトをダウンロードできないじゃない。だけど iPhone じゃなくて Android って結構自分のアプリとかを自分のところに置いといたらこうダウンロードできたりとかして、要は許可されてないソフトウェアを入れることが可能になる。それがもし車でできてしまうと、いや不法なソフトウェアが入り込んで、ましてや車がウイルスに感染して、いやテロに使われたりとかね、乗っ取られたりとか、でその車を外から制御してさ、人混みの中に突っ込ませるとかっていうことができてしまうと、非常に怖い世の中になるということで、そういうこうね、あとは自動運転なんかもちゃんと動いてない、
ウイルスまみれな、ね、ソフトがアップデートされても困るということで、ちゃんとこういうサイバーセキュリティ対策のソフトが入ってたりとか、そういう基準を設けて、ちゃんと許可制にしましょうというのが今回の狙いですね。なので、まあ、原則3年ごとにチェックする方針ということと、まあ、リスク分析できる体制になってるかとか、あとはちゃんとその、ね、セキュリティ強化してるかとか、そういうことをね、この取り、ね、許可制にして、取り締まっていくというか、あのちゃんと、ね、締めるとか締めようぜというのが今回の狙いでございました。であとマクラーレンですね、スピードテール日本で初公開してますということで、これで結構デカデカとニュース出てましたよね。あの最高時速403キロ、これはさすがに久しぶりに出てきたね。350キロとかさ367キロでも結構多いんだけども、403キロってなんかちょっとね、リニアモーターカーみたいな感じがしますけども、まあ、時速300キロまでの、約13秒で到達するということで、まあ、すごいね。あのハイブリッドシステムを搭載してますということで、価格が2億4000万円、車はこういう形の車ですということで、WebCG さんからね、画像入手させてもらってますけども、かなりねリアの頃ねスピードテール、それがテールという名があって目立つテールですね。このテールを見てね、私は何を思ったかというと、まあ、ポルシェ935だよね。あとタミヤのねプラモデルもなってましたけども、私が 4,5 歳の時ですか、ポルシェ935かっこよかったね。78型っていうのかな、あの形のやつでこういうテールしてましたね。でかかった、ね、長かったけども、これはすごいテールだなというので、2億4000万円、世界で106台限定生産で、まあ、すでに予約販売が完売したんだねということで、もう買った人いるっていうのがびっくりだけども、まあ、こういう車がありますということです。あ、最近このポインターが強くて、で、この車ですけども、マクラーレンオートモーティブ、ね、日本の支社の、ね、社長さんとしては圧倒的な性能と高級感を融合させたマクラーレンのトップモデルだということでコメントをされておりました。ちょっとマウスも変えまして、ね、普通のマウスにしますと。で2019年9月15日ですけども、トヨタ自動車ルマン24時間を YouTube でライブ配信しますよということで、ライブ配信も今始まってまさに今しているところですね。もうすぐゴールですけども、ルマン24時間、ライブ配信するということをコメントしておりました。今回3連覇ねかかってますということで、トヨタとしてもねぜひ頑張ってほしいですよね。今回ね、あの新型あのコロナウイルスの影響で無観客なんだよね。でパーク24ですけども、この日はね、パーク24ってあのタイムズとか、駐車場のタイムズとかを運営している一部上場の会社さんですけども、11月から7月期の、ね、連結決算を発表しておりまして、まあ、新型コロナウイルス感染拡大とか、ね、外出自粛なんかの影響もありまして、まあ、非常にこの駐車場の利用も減りましたし、カーシェアも結構ね、しぼんでしまいましたということで、122億円の赤字でしたということで、ちなみに前年同期は、ね、78億円の黒字だったので、まあ、黒字からね、もう結構22億円の赤字ということで、まあ、事業としては大変な感じでございますということで、やっぱりコロナウイルスの影響がね、こういう駐車場なんかにも出ておりますね。まあ、カーシェアね、あんなイケイケだったんだけど、ちょっとね、しょーんとしちゃいましたからね。あとルーミーとトールがね、マイナーチェンジしてますということで、この日、ダイハツの方が、トールでね、トヨタがルーミーですよということで、こういう形になっております。トヨタグローバルニュースルームから引用させていただいてますけども、ルーミー。結構あの顔つきがなんかこう豪華になったというか、あのメッキパーツですか、グリルなんかがドーンとなってなかなかリファインされた顔になったのかなと。かっこよさとしてはやっぱ後期型の方がかっこよくなったのかなというふうな印象がございます。あとはですね、次の日ですね、16日水曜日、この日ですね、菅内閣が発足しましたということで、縦割り打破なくして日本再生なしということで、まあ、この政策のね柱が特に心に残りましたというのが、ご存知トヨタ自動車 の社長さん、豊田章男社長のコメントでございました。というわけで、菅内閣なかなか結構期待されていますね。歴代総理だから3位ですか、発足時の支持率ですか。まあ札幌のね、北海道の千歳空港でね、言った発言がやっぱ一番大きかったですね。その昔は 2,3 年前かな、携帯電話の料金が高すぎるということで千歳空港で発言をしましたけども、まあ、そこからね、携帯各社はもう菅さんだったらやべえということで携帯の料金下げなきゃいけないと、我々としてはいいかもしれないけども、まあ、携帯事業者今までね、かなり儲かってきた携帯自動車としては、携帯電話会社としましては、結構料金の、ね、値下げをしなきゃいけないということで大変なのかなというのが結構プンプンして感じでございますね。あと日産がこの日ね、フェアレディ Z、試作車を発表ということで、これ見た方も多いから、今週一番大きかったかな、このニュースはね、車的には。まあ、日産自動車のニュースルームから引用させていただいてますけども、こちらですということで、どうですか、
まあ、あのベストカーとかあの車の雑誌なんかでよく表示出てたんで、まあ、あのまま来たんだなって感じがしますけども、まあ、Z35 系今回になるのかな。あのスーパー新型投入してね、日産のブランドをイメージ変えましょうっていうのが目的かもしれないけども、これあの事前だとさ、歴代の Z のいいとこ取りだと、いいとこ取りで今度の Z は見逃せないみたいなこと言ってたけど、俺はほんまこれ好きじゃないなっていうのが、もう Z ってさ、あの私ね Z に関しては生まれて初めて、クルーズソフトが初めてこの世にね、あのギャーと生まれてから初めて乗った車が Z です。 30Z、 最初の S30 か、あの形の Z になります。うちの父親が Z 好きで、あのね初代の Z2 台乗り継いでるんですよね。なので私としては Z に対してはちょっとこう思い出深い車というか、印象に残ってる車で、こう Z っていうと、まあ、ああいう初期の Z のイメージもあるし、私は好きなのは31の Z ですか、あのでよろしくメカドックンですやつ、あの形の Z すごく好きで、まあ、後期も前期も好きで、やっぱ T バールーフでね、やっぱフロントがロングノーズで、ああいう時の Z が僕の中の Z なんです。別にあれあの要素入ってないなと。これ 初期の Z は入ってるかもしれないし、今の Z3334 系も入ってるかもしれないけど、31の Z の要素が、まあ、入ってないなという感じがしまして、あとはね、まあ、日産としてはさ、結構厳しい、ね、状況下の中で Z なんか作ってる暇あんのかというのと、今この車を世の中に出した時に、まあ、来年とか再来年になるのかな、こう出た時にこれ誰が買うんですかと。あの一部モータースポーツが好きな方々は今86とか乗っててね、あの結構86は割と頑張ったのかなと、いいところつけたのかなと思いますけども、まあ、ちょっと高い車だと今 GR スープラとかも結構人気ありますし、まあ、この車はね当時 Z 乗ってた人は買うんですかという、これ400万ぐらいで出すってことで、まあ、値段的にもね安きゃいいとか手出しそうなきゃいいってわけでもなく、まあ、昨今やっぱ SUV が流行ってる中でこの車を出した時に、まあ、この車のかけた開発費をねちゃんと取り戻してくれよと、あの、まあ、取り戻せないんだったら他の車で補いよっていうのが自動車会社のミッションなわけ。あの情熱だけで作るとかさ、やっぱね Z は大事にしてるぜってね、俺たちにとって Z は大事なんだということで、日産としてはね大事なブランドなんだとよく言うよとね。お前たち33と34の Z すげえでさ、ないがしろにしたじゃんって思うわけですよ。だから今更のごとく Z に頼ろうとしてるところが僕はすごく嫌いで、今回内田社長があのプレゼンしてましたね。ちょっと若めな格好をして、アメリカのなんかこうね、あのイケイケの IT 会社がやるようなプレゼンの形式でやってましたけども、あ、まあ、ちょっと演出も下手くそでしたね。下手くそだったし、喋ってる内容とかなんか棒読みな感じで全然情熱が伝わってこなかった。で Z のことをないがしろにしといて、ここに来て Z に頼ろうっていうのは本当に嫌いでっていうのが僕の印象で、なのでこの Z はね頑張ってほしいなと思いますけど、ちょっと誰に売るつもりなのというところですね。てか誰も買わないんじゃないって、これ売れたとしてもまた3433の二の舞になるよと。あんなしょぼくれたさ、日本の何月間通して9台とかしか売れてない車にまたなっちゃうよと。そうだった時って、じゃあどの車で補填するのって、出すのは全然いいと、ラインナップに。てかちゃんと会社として考えないと本当に日産やべえぞと。ただでさえお前たちもうやべえんだぞというところが全くもって危機感も何も感じないけど、いいんですかと。ただ政府からお墨付きで、何千億円かはこうね確保して、融資確保してるんだよね。でなんかね、また国が救うのかとかまた思っちゃうしね。まあちょっとその辺はね、いろいろ Z に対しては熱いとか言いたいことがいっぱいありますけど、この辺にしておきます。で17日の木曜日ですけども、ホンダですね、全国の販売店ホンダカーズの中古車在庫ね、こう各あの全国的にこう在庫を取り寄せて、購入できるサービスを始めますよということで、販売店ごとにこれまで管理してた在庫管理っていうのを全国的に広げて、まだ全部の店じゃないんだけども、ゆくゆくは全国で一元管理して、まあ、北海道にいながらにして、大阪の車を、ね、検索して買うということもね、できるようになりますと。なんか民間だと当たり前な感じがしますけども、民間というかこれも民間か、他のね、大手の自動車会社じゃないところの中古車グループガリバーとかはそういうことやってそうだけども、ホンダカーズとしてはこういうのがね、やるぞということで発表しておりましたね。であとはアウディジャパンですね、日本初となる EV、イートロンスポーツバッグ、こちらを、発表、しましたということで、もう発売してるんだね、これね、イートロンスポーツバッグ、どうですか、アウディのね、EV ですよ、ここら辺になんかこう EV のソケットがございましたけども、まあ、こういう車だね、今売れる車はさ、これはさ、まあ、後ろのデザインもこれ、いいわ。ちょっとね、これ EV 欲しいなとなった時にちょっと価格帯はね、高そうですけども1300万円超えるのかな、
充電すれば405キロ走れますよということで、今こういうデザインで持ってきて、今アウディで勝負するとか、EV で勝負するということで、こういうデザイン、WebCG さんから入手申請を受けましたけども、こういうところを狙っていかないと、会社としては厳しいだろうなと思いますね。あと、フォルクスワーゲン、またね、ありますけども、ID4 ですね、年内に発売します、新型の、ね、EV ですけども、2025年には世界で50万台生産しますよということで、なんかこの辺のちゃんとこうロードマップっていうのかな、こう先々の予定とか、見据えてる感じがやっぱりフォルクスワーゲンにはやっぱあるね。日産と比較したらなんですけども、なんか Z 出してね、イメージブランド変えるんだとか、なんかちょっとね、本当マジってね思っちゃいましたけども、ちゃんとこうやってねロードマップを引いてほしいなと思いますね。BMW ジャパンですけども、3シリーズ、ツーリングに新しいグループ318i ツーリングを設定し発売開始ということで、この車になります。 WebCG さんから写真を出していただきましたけども、 318i っていうのが非常に懐かしい響きですね。我々がというかね、僕ら世代がちょうど、中高ぐらいですか、中学生高校生ぐらいの時に 318i なんでね、当時の3シリーズってさ、やっぱちょっと上には5シリーズ7シリーズがいて、やっぱ3シリーズだなって、もちろん車としてはしっかりした車なんだけども、なんかその BMW の中ではそれやっぱりこうね、下のクラスなんですね。まだまだ上には上のねお兄さんたちがいっぱいいるんだ、 5のお兄さんと7のお兄さんがいるんだみたいな、そういうこうねヒエラルキーがあったんだけども、もう3シリーズってこの顔つきですよ。でこのスタイリングですよ。これはかっこいいと。これ3シリーズの風格じゃないよね。なのでもうね、3シリーズっていうのがもうね、その下のグレードっていう風に考えちゃいけないね。こういうコンパクトなところのもう頭張ってますということで、もう親分だよね。で、318i ツーリング523万円からということで、値段もね、もう別に国産だったらさ、もう国産だったらもう上のクラスの車が買えちゃうようなクラスですよということで、この車でね、いやゴルフ行きてえなーとかっていうサラリーマンのねおじさんたちいっぱいいるんじゃないかな、この車で。ちょっとね、俺の週末をね優雅に、いや買ってほしいな、これ欲しいなっていう、その中間管理職の方々、いっぱいいるんじゃないかな。いや分かるよ、これはかっこいいよと思いましたけどもね、318i でしたと。あとはレクサス RC がね、RCF、一部改良して発売しますよということで、何をね今更 RC 変えたんだと思いますけど、 RCF に関しては結構ひどくてね、別に走りは変わってないのかな、液晶を大きくしたりとか、あとはクリアランスソナーとかバックソナーとかのそういう改良しましたとか、あとアップルのカープレイとか、そういった Android Auto に対応しましたとかっていう、そういうね、今流の、こう後付け、装置のこうなんていうかな、バージョンアップを図りましたと。 RC の方はなんかターボ、2リッターターボの方だとこう回転域を変えたとかなので、多分走り的には結構感覚が変わるぐらい RC 側は変わったようですけども、 RCF にはちょっとあまり走りの面ではね、ちょっと RC 自体がもうねそろそろかなという感じがする車なんですけども、一部改良してきましたということになってます。で、9月18日金曜日ですけども、フォルクスワーゲンですね、排ガス不正発覚から5年経ちましたということで、ちょうど私のこのラジオ番組も5年経ってて、確かにねやり始めた時ってフォルクスワーゲンの排ガスの話よくいっぱい出たなと思って、懐かしいなと思いました。あれから5年ですね。そう、5年前のあの日から始まったんです、今の EV 化の流れ、ね、欧州はこれで排ガス不正をやったおかげで、ディーゼル車に対するイメージが一気に悪化して、そこから、ね、EV に舵を取り現代に至ると。で、5年経ってようやく EV が今ねこう本格化してきてますということで、まだまだでもね、発展途上ではあるんだけども、5年あれから経ちましたということになりますね。で、ジャガーランドローバーですけども、ランドローバーレンジローバースポーツの2021年モデル導入発表ということで、こちらの車になってます。 WebCG さんが写真をねちょっと引用させていただきましたけども、ランドローバーレンジローバースポーツ、これ結構車高がね、低めだなと思いますけど、私このデザインは好きで、ただこの車は割とねお金が高いんだよね。1000万円ぐらいしちゃうクラスの車なので、なかなか乗れなくても、やっぱ高級な車だなという SUV だなになっちゃいましたけども、知らなかったんだけど、これ、ね、マイルドハイブリッドのモデルが今回ね、2021年モデルから導入されますっていうのと、すでに、2リッター側には何、プラグインハイブリッド PHV モデルがあるんだね。このデカさで、ね、PHV ってすごいなと思いましたけども、もうあるんだということで、ラインナップとしては素晴らしいので、もしね、SUV を買うんだったら、このランドローバー僕好きだなと思ってます。で、19日の土曜日ですけども、ルマン24時間レーススタートということで、
今年で第88回目となりますルマンですけどもね、優勝トロフィー、今回トヨタ勝つと優勝トロフィー の, あの永久保有権というのがありますので、こちらをね勝ち取ることができますので、3連覇に向けてトヨタ頑張ってほしいなと思います。とこんな感じの1週間でしたけども、ルマンね88回目なんですけど、まあ、今回の、ね、新型コロナウイルスの影響で先ほどもお伝えしましたけど無観客なんですよということと、あとは1位、今のところレースのスタートですけども1位が7号車トヨタの小林カムイ選手がいる方の7号車が1位で、2位がレベリオンレーシングの1号車が入りましたと、で3番手がトヨタガズレーシングの8号車、こちらの中島和樹選手がいらっしゃる方ねがつけてますということで、トヨタとしてはね1番3番スタートということで、去年までは今ワンツーワンツーで来てて見えない敵との戦いということで、あまり、露骨に見える敵がいなかったんだけど、今回ねレベリオンレーシングがいますね。レベリオンって今年で終わるんだっけ、なんかちょっとこの辺情報持ってないんだけど、レベリオンなんか今年ってなんか何かが最後になるはずだったら忘れちゃった。で今回1号7号車の小林カムイ選手がポールということで、ぜひね私今年のルマンはトヨタにはもちろん勝ってほしい、3連覇をね成し遂げていただいて、永久保有権、トロフィーの永久、優勝トロフィーの永久保有権をね、ぜひ勝ち取ってほしいし、できれば1位は7号車が入ってほしい、小林カムイ選手の方が入ってほしい、ずっとね、トヨタってワンツー、去年、おととしって1位だったんですけど、中島和樹選手の8号車がね、ずっと1位なんだよね。で、別に7号車も悪くないんだよ。ただ、なんかこう、タイミングと、ちょっとしたトラブルによって7号車の方が2位になっちゃっててね、で小林カムイ選手はねずっと1位になれてなくて、ぜひ今年はね小林カムイ選手に、1位になってほしい。あれ結構さ1位にならないと最後さ車が入ってきて優勝台のとこまで行けないんだよね。他の2位3位の車はこっちに置いてで1位だけ入ってこれますというところで、こう3人のドライバーがさ車に乗っていくっていうあのシーンをねぜひね小林カムイ選手で見たいな。あと僕が言いたいのはトヨタね、優勝のね、ラップが下手くそなんだよね、すごいね。もう、最初の優勝の時なんてさ、もう全開、アクセル全開で、ゴールしたでしょ。違う違う、ルマンの最後は、優雅に、ね、手を振りながら、もう楽勝で優雅にもう走りながら、こう、ゴールするのが、もう歴代のルマンの1位なのに、もう思いっきりアクセル全開で最後のラップを刻んじゃったもんだから、なんか、って、終わっちゃったのみたいな感じなんだけども、それで中島和樹選手も緊張したのかもしれないし、やっぱ関係各位の気持ちを持ったらね、トロトロ走れないと、常に最後まで行くんだというのと、あとは24時間レースなんで、どこでラップ蹴らされるか、あれ一周がさ、サルタサーキットって14キロぐらいなんだっけ、長いんだよね。だから、うまく入らないと、もうゴール直前で、24時間経っちゃうと、もうあれゴールしちゃいましたになるんだけども、うまいタイミングで最後のレースで持っていかないと優勝のこのさウィーニングランがすごくできなくなっちゃうんで、そこもね今年は頑張ってねいい優勝の演出もねしてほしいなと思います。というわけで長くなりましたけども、以上今週の1週間のニュースでした。車大好き僕のラジオ、はい、ここからはね、ちょっとね、タイトルが難しいな、その会社に勤めてる人は、自分の会社の製品を使わなきゃいけないのかという、そういう話をしたいと思います。ちょっと訳は分かんないんですけども、この前ラジオを聞いていたら、例えば某電機メーカーに勤めてる人とかね、例えばトヨタに勤めてる人、トヨタは電気会社になって車会社だけど、トヨタに勤めてる人は、必ずトヨタの車に乗んなきゃいけないんですかと、トヨタの車を買わなきゃいけないんですかと、そういうような質問があって、結果的には別に他の車を買ってもいいですよと、他のメーカーの車を買ってもいいですよ、ただ会社に来るとき、会社に来たときの駐車場は他社のメーカーの車に乗ってる人は奥の方に、で自社のメーカーのものを乗ってる車は手前に止めていいよみたいな、そういうちょっとね、そういう差別じゃないけど、まあね、自分とこの会社の入り口入ってすぐにさ、他社のメーカーの車が止まってるわけにいかないなっていう体裁もわかるから、あ、そういうもんなんだなと思ったんですけども、まあ、皆さんの、ね、会社とかどうですかね、もしメーカー製、例えば私は、一番最初に就職した会社が三菱電機という会社で、じゃあみんな三菱の製品を買ってるんですかって言ったら、決してそうではなく、で、私が勤めたのがその大船にある研究所なんですよね。三菱の研究所に行って、その時ね、
三菱の研究所は昼休みが1時間だったかな、45分か1時間ぐらいあって、敷地がまあ割と大きくて、敷地の中で車売るわけで、車売るんだけど、三菱という三菱電機なんだけども、別に近くのトヨタディーラーとかトヨタの車売ってましたね。トヨタの日もあったし、日産の車が並んでる時もあったし、まあ三菱の車が並んでる時もあったんだけども、とにかく三菱グループだから、本当は三菱自動車がね、買ってあげた方がいいんだろうけども、そうではなかったと。でなんでじゃあね、堂々とトヨタの車がね、三菱の敷地の中で売れるかっていうと、僕の場合は電気をね、三菱電機のエレクトリックの方だったので、結局さ、電気部品ってさ、他社の車にも使われてるんですよね。なので、大きく考えると自社製品が取り込まれてる車ということで、全然その辺のね、車は何乗っても良かった、大丈夫でした。でだって現にね、敷地の中で売られてる車もいっぱいあったから。ただその時私が乗ってたのは、まあ、トヨタのセルシオだったんですね。セルシオ乗ってて、普段は通勤で車使っちゃいけない会社なの。なんだけど、あのまあ交通機関が発達してたんでね、だけど土日は車来ても OK だということで、まあ、私はそのセルシオでね、行くわけですよ。で正門があって、まあ、結構厳重に警備されてるから、まあ、一応噂ではね、退役の自衛官とかがこう警備員さんになってて、まあ、結構なんか不愛想なね、不愛想な警備員とかがもう結構怖い顔で見てるんだけど、そこをね、セルショーで横付けして、ね、他社の、全然バリバリ他社の車ですよ。で、BBS 入ってね、で、車庫長も入ってると、車庫長とかエアサスか、エアサスが入ってね、まあ、当時だと割と決めてた方だと思う。割と決め決めの、そういう車を横付けしてね、まあ、懸念そうな顔されるわけですよ。で一応他社のメーカーの車だったから、結構駐車場はね、奥の方に追いやられたんだけども、まあ、そういうことがありましたということで、別に他社の、ね、メーカーのものを使っても大丈夫です。あのソニーに勤めてる友人がパナソニックの携帯使ってましたね。でっていう、そういう感じで、まあ自社の方がね、三菱だと霧ヶ峰、エアコン、まさにドストライクの電気が作ってる、あの霧ヶ峰とかは確かに安く売ってたみたいだけども、ヨドバシとかね、まあ、ビッグカメラで買った方がポイントつけたら安かったなというところで、あまりね、その会社に勤めてるからっていう恩恵はなかったね。ただまあ社宅は安かったなという気が、しております。まあ、ちょっと話それちゃいましたけども、まあ、そういうわけで、多分皆様の会社、もしメーカーにお勤めの方がいたら、決して自分のところのもの絶対買えよっていう、そんな文化じゃもうないですよね。他社の感じのね、他社のものを買ってもいい感じですよね。もし何かね、そういった情報とかね、あのコメントありましたら教えてください。というわけで本日は、自分のところの会社の商品を買わなきゃいけないのかと、そういうようなお話でした。はい、それではエンディングになります。自動車保険の、ね、更新期限が来てまして、ちょうど私ね、昨日からハガキが来てましたということで、11月30日が、ね、更新期限なんだねということで、まあ、なんで11月なんだろうと思ってたんですけども、まあ、生まれて初めてその就職してね、今日いっぱい出てきましたけど、登場したセルシオ、セルシオ買ったのが生まれて初めて自分で買った車 でこれがね、6月ぐらいに買ったんですね。だから自動車保険も6月なので、6月更新とか7月更新ぐらいなのになと思って、なんで11月なんだろうと思ってたら、そうだね、一回なんかこう保険切り替えたタイミングがあって、その時に11月になったんだなってね、ちょっとハッとしたんですけども、東急ですけどもね、19東急まで来ました。途中でね、乗り換えちゃった時に、今は東急引き継げるんだけども、当時ね、東急引き継げなかったのか、うまく手続きしなかったのかで、なんかちょっとね、うまくその免許毎年更新、自動車保険更新してる割には、東急がね、19東急ということで、本当だったらもっとね、20東急マックスまで行ってなきゃいけない年齢なんですけども、19東急ですということで、まあ、割引としては結構いい割引。保険のことは1等級から20等級まで等級があって、新規加入時っていうのが6等級からスタート、でもし2代目とかだと7等級からとかってあるんだけども、そこから1年ずつね、無事故、違反かければ無事故とか保険使わなかったら等級が上がってくるんだけども、まあ来年何もなければ20等級でマックス最大割引ということで、私まあ、毎月1回税理士さんとお会いしてるんですけども、この前言われたのが、社長、自動車保険安いですねって言われて、そう、私の自動車保険ってすごい安いんですよ。でだけどちゃんと車両保険も入ってるし、まあ、車的にもその割と保険帯としては高額なアルファードで、ね、確かに自分でもびっくりするから安いんですわ、自動車保険が。まあ、ダイレクト保険って言って、インターネットで入れる
保険に入ってるんだけども、すごく安くて、ただ免許取り立ての時に、それこそね、ほんと今日いっぱいいっぱい出てくる、その初めて買ったセルシオの時は年間でやっぱ20万ぐらい保険払ってましたね。であの時ね、もうバカだからさ、ホイールもいいの入ってたしさ、なんかそのね、部品の保険とか、そういう付帯する保険とかさ、つけて自動車保険までつけてさ、それはもう20万超えるもんなってことで、まあ今考えたらちょっとね、どうだったのかなと思うんですけど、まあ、当時ね、大事にした車なので、保険はほとんどフルオプションというのはもう入っちゃってましたからね、それは20万は安かったかなと思いますけど、やっぱり若い時っていうのはね、事故を起こす可能性も高いということで、割引率が低いんでね、まあ、ちょうど今、僕の年代、45歳とかその辺って、まあ、事故を起こしづらい感じ、これ以上年取ると、今度老化でね、事故を起こしやすいってことで、また保険のお金上がってきちゃうんだけども、ちょうど美味しい世代で、美味しい等級なので、今一番ね、自動車保険が安いということで、まあ、これは嬉しいねということで、まあ、今回もね、喜んで、この、私が契約する三井ダイレクトね、三井ダイレクト損害保険、本田翼さんが、キャッチコピーじゃねえ、イメージキャラクターになっている方でして、もしね、保険入ろうかなと思っている方がいたらっしゃったら、まあ、ソニー損保とかもね、いいんでしょうけど、三井ダイレクト損害保険、俺いいと思いますけどね、そこに入ったらいいのかなということで、別に、リベートも何ももらっておりません。三井ダイレクト損害保険、よろしくお願いします。今週も聞いてくださいまして、ありがとうございました。また来週もこの時間にお会いしましょう。クルーズソフトでした。